どうもゼリンゼロです。久々にあの山梨県のしびれ湖に来ました。ちょっとしかやる時間ないんだけど、やってみたいなと思います。どうでしょうかね。まずは芋ワームからね。どうかね。よし、来た。ああ、バラした。いや、実際さ、こういうとこで熊とかあったらどうすんだろう。でかい声叫べばいいのか。いや、怖いよな。でもさ、こういうこと言ってるとさ、出てきたりしてね。やめよう。あべ、どうや。びっくりした。タヌキいたね。いやー、スズメバチいたからさ。いや、スズメバチにビビって走って逃げたら、タヌキが俺にビビって走ってた。びっくりした。いや、スズメバチ怖いわ。でけえもん。よし。たーやったー、釣れた。超ちっちゃいけど嬉しい。やったね。よし。うわ、むずっ。むずい。超楽しいけどね。よし、やった。よっしゃー、来た。やったぜ。あめ。やった。いや、嬉しい。2匹目。よし、よし、来た。よっしゃー、3匹目。うわ、ちっちゃいけど。あ、バイバイ。よし、来た。よし、サイズは、よっしゃー、サイズアップでしょ。やった。超でかいよ。バイバイ。ちょっと今結構いいチャンスタイムかもしれないね。よし。よっしゃー。
やった。これちょっとサイズアップでしょ、マジで。やった。はあ。嬉しい。いや、嬉しいっすね。やった。ここではいいサイズですね。やりました。嬉しい。まあ、今日はこの辺で終了ですかね。いや、すごく楽しかったです。なんだろう、思いがけずね。いやー、よかった。